はい、こんにちは、ボディーコーチのティーンコーチの谷です。本日もよろしくお願いします。はい、バレーボールで対空力のあるのジャンプを作るためのトレーニングですね。はい、今までは、しっかり高く一回飛んだらですね、ワンアクション、一つの動作を空中姿勢の中で入れていきました。それが少しずつ慣れてきたら、それを2アクション、3アクションという形で、入れていきたいと思います。要するに連続ジャンプになっていきます。一回のジャンプでワンアクション入れて、次のジャンプでまたワンアクション入れていきます。ただし、その動作は2つとも違う、3つとも違うという形でやっていってください。そうすることによって、かなりその空中でバランスが乱れやすくなります。それを、乱さずに軸を保った上で安定した空中姿勢を作れるということが、最終的に対空力のあるジャンプにつながっていくと思ってください。はい、で今までワンアクションを入れた動きなんですけれども、例えば正面の動きだったり、広げる動き、ひねる動き、伸ばす動き、いろんな動きがありました。まずはできるだけ安定した空中姿勢を作るためにですね、あまりひねったりとか足を広げたりするような体から離れていくような動作というのはすごく難しくなりますので、できるだけあまり体の近そばを通るような動き、そこをプラスでくっつけて2アクション3アクションしていくような形の方が最初はいいのかなと思います。慣れてきたら、例えばこの動きを入れた後にひねる動きを入れて最後に開くというような形で、より複雑な動きをくっつけてやっていただければなと思います。最初は似たような動きをまず構成させて、慣れてきたらいろんな動き、特に次の動き、入りづらいなというような動きを組み合わせると、より刺激が入るのかなと思いますので、そういった考え方で、組み合わせを作っていただければと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。